なんだ、どこにもモンスターがいねえじゃねえか。おかしいですね。前に来た時はもっといっぱいモンスターさんがいたのに。おそらく原因はあれだな。あれ？ずっ！何度言ったらわかるんだよ。ここは俺の狩り場だ。誰がそんなことを決めた。勝手なことを言って占領するな。ここは今から私の狩り場だ。てめえも占領しようとしてんじゃねえか。しょうがねえな。実力行使だ。先ほどから獲物を振り回して何を今さら。だがその方が早そうだ。くたばれ三流ショコラティメ。ああ二人ともいい加減にしてくれよ。戦うべき相手が違うだろう。ほら見ろ、二人が騒ぐからどんどん獲物が逃げていくじゃないか。あんだけドンパチしてりゃみんな逃げちまうよな。ふん。おい貴様。え、はい。この島は領有を主張する者や国のない無人地帯ではなかったか。おっしゃる通りです。ここはショコラティエや貴空士たちがみんな譲り合って狩りをする場なのに。俺の狩り場だ。出て行け。私の狩り場だと言っているだろう。出て行くのは君だ。ずっとあの様子で放っておこうにも、あれだけ騒がれたら。狩りもままならぬな。致し方あるまい。貴様ら手を止めろ。この地は誰のものでもない。お互いに譲り合うべきであろう。はあ、譲り合って使えだ。断る。ここは俺の狩り場だ。俺のチョコを最高にするためにこの狩り場は独占させてもらう。誰だか知らねえが文句があるならてめえらから実力行使してやるよ。うわあ、こっちに来ますよ。くだらん。大方逆上して冷静な判断が下せないのだろう。気が進まぬが致し方あるまい。我が冰剣で冷ましてくれよ。我に続け団長。うぐぅ。どうだ、頭は程よく冷えたか。俺は諦めねえぞ。何としてでもこの狩り場を。私だってそうだ。あんたらまだそんなこと言って。どうしましょう。争うのはやめてくれましたけど、この様子だと回復したらすぐにまた喧嘩しそうだな。そう情けない声を出すな。我が解決してみせよう。何か考えがあるのか。
今しがた思いついた。我ながら妙案であるぞ。これよりこの地チョコライトを我が領地とする。はあ、異論はあるまいな。ありまくりだ、意味がわからねえ。何を勝手なことを。さてはあなたもこの地を独占するつもりだったのだろう。ふん、安心するといい。独占などというつまらぬ思考は持ち合わせておらんわ。ですが領地と、というかそもそもあなたは一体。我こそはウェールズを治める現君主、教皇アグロバルである。ウェールズ？どっかで聞いたことあるような。確か自由取引市場がある、経済が発展した国だったか。ほう、この地にまで我がウェールズの名が知れ渡っているとは喜ばしい。国を治める君主様だったんですね。ふふん、そうだぜ。こいつはすげえやつなんだぜ。君主様だかなんだかよくわからねえがよ、独占しねえのにここを領地にするってのは一体全体どういうことなんだ。簡単なことだ。この地は我が責任を持って管理し、自由に狩猟が行える島とする。独占行為は全面的に禁止である。それ以外は全てこれまで通りだ。生じた利益などは全て狩猟者当人に還元することを約束しよう。独占などの問題が起きた時のみ我がウェールズが責任を持って対処する。つまり面倒事だけ引き受けると。ますますわからねえな。そんなことしたってあんたに何の利益もねえだろ。利益ならある。この場の争いが収まるではないか。我らも静かに狩猟ができる。それはそうだけどいいのか。国で管理するってことだろ。そんな簡単に決めちまって。一向に構わん。独占の問題が発生したのはこの地を管理する者がいないためであろう。今後もウェールズはこの地を利用させてもらう。あくまでこれはそのついでに過ぎん。後に領有を主張する者が現れた場合は厳正に対処しよう。決してウェールズが一方的に利益を得る行為は行わん。独占の旨味は欠けるだろうが、誰もが安心して平等に狩猟をできることを約束しよう。さて皆の者、どうであろうか。確かに独占の旨味は欠けるが、人と勝ち合うたび争ってちゃ狩りもまともにできねえもんな。公平に狩れればそれでいいか。それにこれほどのお方が約束するとおっしゃってくれたからには無下にはできないな。おお、ようやくチョコを集められそうだ。ありがとうございます、アグロバル様。気にするでない。
貴様らも我の急な提案をよくぞ受け入れてくれた。よかった。急なことだったのにすぐに解決できちゃうなんて、さすがアグロバルさんです。なんだかオイラまで鼻が高いぜ。集めたけどまだまだ足りねえよな。そうですね、ウェールズの人たちみんなに行き渡るよういっぱい集めましょう。我がウェールズのために自ら進んで働くとは殊勝な心がけだ。団長の忠義は輝かしく素晴らしいな。戦いの腕も相当なものだ。どうだ、お前さえ良ければ今後もウェールズのために。そうだそうであったな、お前たちは我が弟の家臣であった。ニ君に仕えさせるような真似をしてはパーシバルに顔向けできないな。我が誘いにも揺れぬ忠義心はさすがであるぞ。ますます欲しくなるではないか。しかしパーシバルがウェールズに帰ってくれば、晴れてお前たちも我が国のために働く忠実なる自信となるわけだな。そうなればウェールズはさらに強大な国となる。その時が楽しみであるな。アグロバルさん、いつも国のことをちゃんと考えているんですね。君主として当然である。手を止めてしまったな。引き続きチョコを集めようぞ。いや待て、一つだけ気がかりなことを思い出した。ん？気がかり？お前たちがウェールズに来た理由、今一度尋ねてもよいか？なあ、今からでも渡した方がいいんじゃねえか？そうですよね。じゃないと、どんどん渡しづらくなるというか。でも。確かにそう言っていたな。この話は終わりにするとしよう。さあウェールズのため存分に腕を振るおうぞ。おっと、くれぐれも借り尽くさぬよう、そこだけは最善の注意を払わねばな。
まさかアグロバル様自らチョコを集めてくれるとは。ありがとうございます。これであの人にチョコを。国のため君主が動くのは当然のことであるぞ。それと元を正せば我が原因で起きた問題であろう。我が解決せずして誰が解決しようものか。アグロバル様、さあ存分にバレンタインを楽しむといい。その権利は皆にある。本当にありがとうございます。アグロバル様がこの国を治めてくださって心から良かったです。これでチョコ不足も解決ですね。そうであるな。この問題は解決だ。その言い方だと他に問題があるみてえじゃねえか。ふん、そう言っておるのだ。大きな問題が一つ残っている。え？それって帰るぞ。話はそれからにしよう。さあ皆の者、我についてまいれ。はい。え、なんで鍵をかけたんだ？逃さぬために決まっておろう。逃さぬって？こたびはご苦労であった。褒美をやろう。と、言いたいところだが、お前たちに必要なのは、仕置きなのかもしれぬな。仕置き？お仕置きされるのか、オイラたち。何も悪いことしてねえのに。いいや、我を欺いた。というより、隠し事をしているのであろう。何をこそこそしていると思えば、よもや、貢ぎ物を隠していたとはな。あれ？いつの間に？狩りをしている最中、ずっと上の空であったからな。警戒がおろそかになっていたぞ。鍛錬不足だな、団長。お前たちは、これを貢ぐために会いに来たのだろう。はい。我が心外なのは、我の底を勝手に測られ、勝手に決めつけられたことだ。すまねえけど、こいつもルリアもそんなつもりじゃなくてよ。渡せぬ理由はおよそ察しておるわ。我はそこまで小さき男ではないぞ。何を隠す必要があろうか。貢ぎ物の価値に優劣などない。大切なのは思い。
我が弟の傍らに仕えるお前たちならわかるであろう。アグロバルさん、お前たちの思い我が無駄にするわけがあるまい。この貢ぎ物ありがたくいただくぞ。おかしなやつだ。礼を言うのは我の方であろう。大切に頂戴する団長。ふい、ちゃんともらってくれてよかったぜ。やっぱりアグロバルさんとっても優しいです。勘違いするでないわ。強き国の君主たるもの、民衆や家臣の行為を決して無下にはできん。ただそれだけだ。そっか。さて、それでは仕置きの続きといこうか。許してくれたんじゃねえのか。それとこれとは別である。悪気はないとはいえ我を欺いたのだ。罰として明日までの全ての時間を我に捧げよう。ウェールズ名産の果実を絞った飲料にとっておきの地層も用意してやる。盛大に宴を開こうではないか。はい。なんだ、全然仕置きじゃねえじゃん。むしろご褒美ですね。いっぱい楽しんじゃ